こんにちは、ジャイブ研究所所長のぶです。今日の話は、どういう話しようかと思ったんですけど、今日はね、緩い感じで、ちょっとお話しして、聞いても聞かなくてもいいですそのぐらいの気持ちなんですけど、喋りたいから喋るっていう今日は感じですね。これ反省会はするなって話なんですね。よくウィンドサーフィンのグループなんかでやってる人ね、人が集まって、ちょっと今日じゃあ帰りちょっと反省会しようよみたいな、飲みながらねみたいな、どっかご飯食べながらみたいな。その反省会っていう、私は昔から大嫌いで、反省会なんかしないですね。どっちかっていうと、褒め合いの方が好きなわけなんですよ。で、反省会のね、これ、ね、なんだろう、悪いところっていうんじゃないけどね、これね、なんだろう、反省会、私なんかもこう、教えてる立場だって教えてるときに、どっちかというと悪いとこ10個挙げてくださいっていうのが反省会なんですよ。でこれ実言うとね、悪いことっていうのは1回も出てくるんですよ。簡単なんです。10個あれば20個出るし、30個出てくれば40個出てくる、もう限りないんですよ。これ逆に言うと、途中から妄想の世界入っちゃうんですよ。多分これはこうだからこうだろうって悪い世界にどんどんない、だから1個も出てくるの。だから数はすごい出るんで、話はずっと長くね喋れるんですよねそうで、じゃあいいとこ言ってみましょうって言ったら、多分ねみんなね1個か2個は出てこないんですよ。じゃあいいとこ喋りましょう。それは本質見てないんで、いいとこってなかなか出てこないですね。小手先ばっかり見てるからね、ここでここで、ああジャンプ失敗したねって、ジャンプ失敗したね、失速したねって、そんなぐらいしか出てこない。あ、いやこれは反省会かいいとこってのはジャンプうまくいったね、どこがみたいな、っていう話になっちゃうんでね。だからそういうことなんですね。だから反省会はしないっていうことね。だから悪いことっていうことはね、だからそういう、なんだろう、反省会っていうところにこうやって現場にいると、どんどん実は悪いことって話になってきちゃうんですよね。だからこれはね、やらない方が本来はいいです。絶対ね、反省会なんて本当にそんなことは言わなくていい。だから反省会を率先してやるっていう、その上に立ってる人なんていうと本当にもうダメですよね。だって悪いとこしか見ないんだから。でどんどん先ほど言ったように想像の域に入ってきちゃう。だからよくあるんじゃないですか。最初こことここが指摘して悪いってなったら、多分この人はこういう行動したっていうのは、多分こういう意識があるからしたんだろう。これも完璧に主観的な想像の話になっちゃうんですよ。だからこうだ。だからこれはよく街の中にある噂と一緒ですよね。じいさんばあさんとかね、街の中で、この村社会の中で噂っていうのも多分そうですよ。悪いことがもしかしたら1個起きたと。そうすると、井戸端会議みたいな感じで、でもこうだから、あ、じゃあ多分こういうことを考えてるからこうなんだっていう、今度はほら指摘とか、悪口じゃなくても指摘が入っちゃうわけ。これ絶対おかしいんですよね。だって現実じゃないんだから。現実にそう思ってやってることじゃない、もうその人が妄想して考えちゃったことになるわけ。だからそうすれば一回も出てくる。でこういうのってよくあるんですよ。多分会社の中でも多分あるだろうし、そういうこといっぱいあるんですよ。だから本当にウィンドサーフィンっていうこの楽しい中でやっていくには、その反省会っていうねことはね全くいらないです。だから指摘するのは本当にそこの長の一番長の人が、これはこう、経験もあってね、知識もある人が、これはこう、だからこう直しましょうっていう話です。だから一般的なこう飲み会とか、こうそういう場でそういうことをしていくと、これはもうマイナスしかならない、絶対プラスにならないですね。だからそういう思考がね、根付いちゃうんですよ。だからよくこう、なかなかうまくいかなかったりとか、なかなかこう上達しないっていう人は、そういうね思考のとかマインドの人は結構多いんですよね。だから自分が失敗したことについて、いつもそういうことを考えると、自分が失敗したことに対して、多分こうだからこうだろうっていう、こういう何、想像の域で悪いことを考えちゃうんですよ。そう、だからそういうことになっちゃうんだね。だから怪我の多い人っていうのはそういうことも多いんですね。怪我をしちゃった、こうだったから怪我した、じゃあ次も怪我するんじゃないだろうかね。でもしこんなことしたらこういうふうになってこうなっちゃうだろうっていう、こうそういう思考になってくるね。だからそれはこう反省会の悪いことを考えるっていう思考になって、思考がどんどん根付いちゃうと。だから絶対これはやめた方がいい。だからよく言いますけどね、
人のことをあまり指摘しないほうがいい。自分が上手くなるためだから人のことはいいんだよね、逆に言うとね。なんか人のことは指摘しないとかね、そういうことね、うん、まあ悪口は言わないとかさ、そういうのもある。うん、まあそれはまあ多少はいいんだけど、それいつもやってるとどんどん今度は想像の域に入って、妄想の域に入っちゃって、今度はそれを考えてると、それが現実に起きてることだって勘違いしちゃうからね、うん、これってのは本当に恐ろしいことで、うん、まあそういうことをね、ジャイブのあのあれで考えたら、そこまでちょっと行き着いちゃったんで、ちょっと怖いなっていうちょっと話ね、うん、だからもうどっちかっていうと、もう楽しいウィンドサーフィンの技術とかだったら、もっともっと楽しい方向にいつも考えていると、それが自分の心の中に根付いてくると、うん、あのもうどんどんこう褒め合い、いいとこを探すっていう目で見る。いいとこっていうのは、妄想してね、いいとこを探すんだったら逆にいいじゃないですか。どんどんね、妄想してもさ、あの人はこんなんだこんだから多分こんないい人だとかね、そっちの方が全然いいわけですよ、うん、だこういう、なんだろう、これってね、多分ね、社会もそういうんだよね。今こういろんなコロナっていうとこあって、そうするとみんな悪いことばっかり考えちゃうんですよ。今コロナでこういう状況だからこうなるだろう、そしたらもしかしたら今こういう行動を取ってる、ね、社会はもしかしたらこっちに行くためのそういう行動だみたいな、そういう話になっちゃう、うん、悪い方にだから、こういう時期はもう悪い方に考えるって反省をするよりは、ね、いいとこ探してどんどんいい方に向かっていった方がいいんじゃないかなと思いながら、海外にいる私はそういうふうに考えました、そういうところです、今日はね、そういうちょっとつまらないというか、ね、そういう話をしました、ぜひともね、いい方向に考えて、うん、いきましょうという話でした。